はい、皆さん、今日もより子メイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。より子です。はい、今日はこちら、はい、コーセールシェリーリンクルリペアシリーズをご紹介させていただきます。私はね、あのメイク用品はプチプラね、よく紹介させていただくんですが、スキンケア、特にねドラッグストアスキンケアっていうのはあんまり、まあ、記憶でもねご紹介させていただいたことなかったと思うんですけど、今回コーセーさんのルシェリをご紹介させていただくことになりました。実はね、私今回初告白なんだけど、私ね元美容部員なんですけど、30数年前にコーセーの美容部員になったのが私の原点でございます。はい、アゲオでの研修、新人研修つらかったです。はい、初ね、まあ、皆さんにねよくね、どこのブランドですかっていう風に質問いただいてたんだけど、まあ、今まではねちょっとねブランドさんに迷惑がかかるからっていうことでね公開してなかったんですけど、もうコーセーっていうのは私の中ではね今でもねもう神的存在になってます。さてさて、では、私の原点のこのコーセーから発売されています、ルシェリーリンクルリペアシリーズ、どんな特徴があるかと言いますと、これがねすごいの、日本初シワ改善化粧水乳液なんですって。特別なお手入れをしなくても毎日のスキンケアでシワ改善がねできるんですね。今ねテレビでも CM とか流れてますよね。ではね、一つ一つアイテムごとに見ていきたいと思います。まずこちらが、化粧水ですね、ルシェリーリンクルリペアローション薬用シワ改善化粧水、医薬部外品になってますね。中のパッケージはこんな感じですね。はい、薄いピンク色、ちょっとラベンダーがかってる薄いピンク色で、ドラコスとは思えない高級感のある入れ物になってます。そしてこちらが、ルシェリーリンクルリペアエマルジョンですね。化粧水よりも若干ちょっと小さめになってるかな、小さめの乳液になってます。この2つどちらも角層まで潤いを与えて、小さなシワまで改善してくれるという化粧水乳液になってます。この2つに共通している美容成分が、シワ改善有効成分のリンクルナイアシンという成分が共通で配合されています。表皮と真皮の両方にアプローチして、ありとあらゆるシワの悩みに効果を発揮してくれるんですって。ねえ、素晴らしいですよね私たち年齢肌の悩みにぴったりなスキンケアですね。他にもね、効果的な美容成分がたっぷり配合されていますね。これね、どちらも詰め替え用が発売になってます。詰め替え用ね、経済的にもいいんじゃないですか、ね、そしてこちらが10月16日に発売になったばかりのルシェリーリンクルホワイト UV エマルジョンですね。日中用の乳液の医薬部外品になっております。このようなチューブタイプで、これもね結構ね高級感ありますよね。一日中潤いと張りツヤを与えてくれる日中用の UV 乳液になっています。イオン化カプセルで効率的に届けてくれて、化粧下地としても使える潤いコラーゲン成分が配合されています。SPF50 プラス PA4 プラスなので、紫外線ケアもバッチリです。洗顔後の清潔なお肌にリンクルリペアローションを使用します。手でもコットンでも OK、 今回は手で使用します。手に出した感じはこのような感じです。こっくりとしたとろみのあるテクスチャーで、まるでね美容液のようです。
香りはスズランの香りだそうです。とってもいい香りがします。シワの気になる目の周り、口の周りは何度か重ねて塗布していきます。肌にスルスルっと浸透して、いつまでも肌表面に残ってないですね。この使用感はとってもいいです。角層がしっかりと潤う感じがします。私は額のシワ、目の周りのシワが気になるのですが、つけた瞬間に肌がふっくらした感じがして、シワが目立たなくなりますね。化粧水の後に使用するのがこちらのリンクルリペアエマルジョン。手のひらに1円玉ぐらいの量を出して、お顔全体になじませます。この乳液はとにかくすごいの。しっとりツヤツヤになって肌がとっても柔らかくなります。私はね、肌がこれでもかというぐらい潤ってないと不安なので、この感じはねとっても大好きな感じです。そして最後にこちらのリンクルホワイト UV エマルジョン使用していきます。パール粒の量をお顔全体に塗布します。SPF50 ありますが、白浮きしないでスーッと溶けるようなテクスチャーで肌にぴったりと密着します。でも油膜感や重い感じはないです。とってもみずみずしいテクスチャーです。 UV エマルジョンを使用すると、ハリツヤはもちろんですが、本当にね、肌がしっとりします。 SPF50 プラス入っているので、乾燥しないかなって心配だったのですが、一日中私は乾燥知らずでした。とってもいい感じです。はい、というわけでこちらの3つのアイテム使用していきましたが、お肌がねすごいツヤツヤで、小さな小じわまで目立たなくなったような気がする。私ね、こういう目のところの小じわとか、まあこの辺の目の下とかね、あとねここがねすごい気になってるんだけど、そういったのがねすごくね、あのこの潤い、張り、ツヤ感で目立たなくなったと思います。年齢肌にはこれくらいのリッチ感が必要、必要だと思います。特にね、私はそう思います。正直ドラッグストアスキンケアなので、まあね、どうなのかなっていうのはね思いましたが、さすがね高性だと思いました。信頼できるし、ドラッグストアのスキンケアなので手軽に、それから気軽に購入できますし、私はね、こう私の感想なんだけど、デパコスのスキンケアと大差ないと思いました。はい、というわけで今回はコーセールシェリリンクルリペアスキンケアシリーズご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。現在コーセーではシワ改善プロジェクトというキャンペーンをやっております。特設 LP 場に行っていただいて肌診断を受けていただくと、抽選で4000名の方に対象商品が当たるという素敵なキャンペーンをやっております。ぜひそのキャンペーンにご興味がある方、動画説明欄に詳しいリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。